こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、私のウィキペディア i a 担ですが、現在は人という記事を読んでいます。はい。で、今回はですね、外観的特徴の後ろ足について見てみたいと思います。はい。後ろ足は脚部。 特に地面に接する部分は単に足とも呼ばれ、歩行のために特化している。そうですね。膝を完全に伸ばした姿勢が取れる。ああ、それは他の哺乳類と違うんですか。膝は四足歩行時にここを設置させるので、飛圧しやすい。つまり、分厚くなりやすい。 膝はね、ああ、そうだね。はいはい。膝ついたときね。はい。かかととつま先がアーチを形成し、間の部分、土踏まずがやや浮く。これによって設置の衝撃を吸収する。稀に土踏まずのほとんどない形状、いわゆる扁平足の個体もある。 そうですね。イチローさんとか。結構足の速い人多いですよね。扁平足の人。はい。よく言われてることですけどね。扁平足、実は足が速いと。ただ、設置の吸収を、設置の衝撃を吸収するために土踏まずがあるということであれば、足への衝撃はちょっと負担がかかるのかもしれないですね。扁平足で足は速いと言っても。 早いんだけど、負担はあるみたいな感じなんですかねもしかしたら。もしかしたらですけどね。私、お医者さんじゃないんで、完璧なことは言えないですが。はい。ということで、今回は短かったですが、後ろ足について勉強しました。えー、次回は <laughs>、え他の哺乳類とは全然違う、体毛について勉強したいと思います。はい。では、今回は、の配信は以上となります。また、 次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。